チャオ、あっちゃんです。今日11月の22日、あっちゃん家の晩ご飯ね。ちょっと色が少ないね。これね、青首大根っていうね、皮も、大根も食べられる。まあ、別に食べられるけど、でね、水にさらさなくても辛くない大根。そのままサラダに入れてね、ちょっとね、吐いたらちゃっていいけどね。で、これがね、まずね、刃を落とします。で、この青首大根ね、ちょっとどうしようかな、この辺この辺でちょっと切ろうか。で、サラダにできるらしくてね、ちょっと洗ってみてね、水にさらさんでもサラダになるらしいけど、ちょっと切ってみよう。甘っ、すごっ、いいね。で、人参も合わせてって感じだね。人参も合わせます。こんな感じで、ね、人参を合わせます。甘いな、この大根。ここにね、せっかくやから、ヤーコンも飛ばしていきましょう。結構ちょっとヤーコンハマっててね、うちみんなね。ヤーコンね。ざっくり混ぜ合わせておきます。混ざってへんこれ酢の物にしても美味しいかもわからんね、この大根ね。お正月前に手に入ってないな。今から作ってちょっとね、早い。美味しいな、これ。このままでも十分やね。で、ドレッシングはね、皮を剥かずに千切りにして、好きな好みで人参などを混ぜ、ツナ缶をあえて器に盛り、醤油、ごま油、オリーブオイルで煮ごまを振りかけてサラダにしてくださいって言われたんだよね。ちょっとやってみましょう。とね、ツナ缶さっきね持ってきて、ツナ缶が、どこ持って行ったっけかな。ツナ缶があってね、こっち持ってきたのよ。どうでしたわ。じゃあここに足元に置いてあったわ。はい、どうでしたわ。これにね、ツナ缶をあえて、よし、ツナ缶を加えます。オリーブオイルもこれかけようか。最後にね、で、これを加えときます。もうごま油、醤油、ごま油、
これでどうかな。あと5枚やねんけどね。うん。ああ、優しいな。悪くはない。うん。悪くはないけど、ちょっと酢が欲しい。酢と、うわ、ちょっと酢入れすぎた。入れすぎではないな、酢やもんな。んで、これにね、醤油はね、ちょっと弱いのよ。醤油弱いから、あ、意外にいいのかな。醤油がからね、塩。塩をいくねんけど、サラダ系はね、サラダ系は、塩をいっぱいあって、サラダ系にはね、あれ？どこ？で、さっきごまを、ごまを置いて、ぬちまーす。ぬちまーすをね、ぬちまーす見てこれ、この細かさ、こんなね、すごく細かいの。ぬちまーすをちょっと振り入れて、こうね、なんかね、物によってね、塩変えるってすごくいいよね。美味しい。最後締めに止めるの。柑橘を振るとね。あ、いいサラダになった。美味しいわ。これ大田の道の駅で買った青首大根、それと、ツナ缶と人参と、でソニーの人参はね、京都の人参で、ソニーで買ったヤーコン三つ矢、いや、ソニーで買ったヤーコン、これでサラダ完成。鶏肉、先切っとくわ。これね、昼にもんじゃに使ったやつの残り、昨日ね、しゃぶしゃぶに使った鶏ももとの半分をもんじゃに使ったからね、その半分で、これが、700g やから 800g のかな、100、150ぐらいあるかな、まあ、800、900ぐらいあるかなぐらいの鶏もも、鶏もも、よいしょ、グリップがね、よう出るね、やっぱりね。これをね、切っていく。
食べやすい大きさに切ります。ちゃうな、明日月曜日やな。そうだ、一日早かった。よかったよかった。早いちょか、一日余計にお休みがあった。一日ゆっくり休めるぞ。よし、これで焼いていきます。ここにね、まあ、ザザッと乗せていくんだけど、ちょっとね、ここにパターンがあってね、皮から焼いていくんでね、皮面を下にね、で重ならないように並べていきます。できる限りいいけどね。これで焼いていきます。はい、でここにね、800ぐらいあるから、岩戸の塩の小さじ小さじ20g いきます。水出しも小さじ半分とか、これで火にかけます。強火で3分。こうしてご注目忘れてた。今度でいっか。今も煮転がしたかってんけどな。今日しようかな。
12分経ったんでね、ちょっとね、30分半から3分ぐらいかないんだけど、そっからね、ちょっと切り回していきます。使えない時はリセットで、リセットで、リセットしたんですけどね。ではね、糸ネギの、なんか赤太ネギ、大仁田ね、大仁田、ほら、下仁田ネギ。大仁田は黒ですけど、下仁田ネギ、みたいな太いネギがね、出た。で、こっからね、切り切っていきます。ではね、片側に火をつけて、で、油を少し分、片面だけ一気に焼いて、あと半片面を一気に焼いて、で、3つに焼き切りながら熱を入れていくというやつだと思うんですね。塩はね、皮じゃない方に火をつけます。右側にね、火を浸透するんだけど、もう熱入れてるから、だん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 塩が溶けてるからね。入っていくのね。皮側に振ってもね、結局ね、フライパンの大きさもね、油で、油にみんな旨味が一番、油ほとんど出へんだけど。で、1分ぐらい転がせたら熱入ってますね。今度。ああ、すごいいい感じに入ってる。あ、左側飛ばしよう。火薬で火薬の人一番美味しい気がするね。一番ってことないかな。ガネが美味しいよね。だから新宿ガネも美味しいんだな。そうだよね、新宿ガネ。火薬です、これは。転がすときはね。はい、うわ、めっちゃ染みてる。ちょっと葉っぱ入れたからね、多分汁出たんかもわからんね。よし、これで上下を裏返して、こんな感じでね、上下反転させたらもう終わりやね。で、これね、これ昨日ね、食べた日の菜の一本漬けね、これちょっと出しましょう。今日日の菜だけでいいかな。カブラムキ、キュウリも食べたいと思うんだけど、日の菜だけでいいか。これ日の菜ね、もう2日3日ぐらいつけてるのかな、1本ね。あとの2本は昨日つけてるからな、2日目やからね。カブラもね、2日目、今日2日の1日目やからな、まだ多分浅い。ちょ、大根ば1個食べてみようか。ナスも食べたいな、なんかいろいろ食べたいけどね、ちょっと我慢じゃないけど、我慢中も美味しいね。今日はもうすいません。みかがね、いい感じに美味しくなったね。ちっこい日の菜のね、一本漬け、かわいいでしょ。
これだけじゃないの、かわいいでしょ。うん、食べると切るけど、何か食べるときはね、ガツッと切るけども、ね、大根の葉っぱがね、1日目苦っ、あんまりよろしくないな。あ、おいしい、これはおいしいよ。こうなってちょっとね、こうピンクで可愛いでしょ。なんか好きやねんけど、これ細かく切ってね、食べたら美味しいな、葉っぱね。めっちゃ美味しい。じゃあ食べましょう。